ドアーズドアーズ2008ドアーズ2008とは TBS 系列で2008年9月21日に放送されたゲームアトラクションバラエティ番組である。司会は4年連続で元日本テレビアナウンサーの福沢明、芸能人チームリーダーは同じく4年連続でナインティナインが務め、ナレーションは服部淳が担当する。ドアーズシリーズの第4弾。 前回のドアーズ2007も好評だったため放送される。ドアーズ2007同様東京都江東区の東京ビッグサイト及び有明のオリンピック選手村予定地で戦いを繰り広げる。インドアとアウトドアそれぞれで昨年よりもさらにパワーアップしたアトラクションが挑戦者たちを待ち受ける。平均視聴率は 14.7%TBS アナウンサー7人がインタビューを行う。 ヒュースポンとともにすべての都市で行われているサスケのようなアトラクション。今年はウォーターボード、ローリングサボテン以外の3エリアが新エリアとなった。高さ7メートルの地点からサーフボードで斜面を滑り、ジャンプ台から飛んだその勢いで、長さ18メートルのプールを正座の状態で渡りきる。落水したら失敗。橋の途中で横方向に回転して、 進行を阻む合計24本のバーを交わしながら、一本橋を渡る。バーにぶつかったり、足を滑らせたりして、橋から落ちると失敗。高さ3メートルの場所で回転する丸太を、バランスを保って通り抜ける。ただし、サボテンのトゲのように、丸太に金銀のポールが多数刺さっているので、それらを避けつつ進まないといけない。落下したら、失敗。台車に乗り込んで、 スライダーを滑り降りる。ただし、スライダーの途中で2枚の扉が上下しており、扉に挟まって勢いを失い、台車が途中で止まった場合は失敗。体が扉に挟まっても台車の勢いが残っていて、スライダーの終点に到達していれば、クリアとなる。テレビゲーム、ドンキーコングの一面を実写化させたようなアトラクション。損の代わりに DK ボールが転がってくるので、それをかわしながら、 三段目にあるボタンを制限時間内に押すとゴール。2005.2007でも要されたアトラクション。今回が初登場のアトラクション。ビッグサイトの外で行われる。2006から2007でも要されたアトラクション。2006から2007でも要されたアトラクション。ビッグサイトの外で行われる。ありがとうございます。